ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。釣り子 TV です。本日の釣り子 TV はこちら。ちょっとね、秋が近づいてきたよっていうことで、こういう巻物のね、チャターベイトでね、バスがヒットしたよって。まずはこちらをご覧ください。はーい、レイドジャパンのね、チャーターベイトにファンタスティックのね、これまたレイドジャパン、こんな組み合わせで、元気なバスが反応してくれましたよ。いや、いいとこかかってんな。サイズはね、小ぶりだけども、ちょっとね、今日あんまり釣れてないんで、ほんとありがたいサイズです。じゃあね、こいつを逃がしてあげます。はい、というわけで帰ってきました。なかなかね、この日魚が全然触れない日だったんですけども、ここは一つね、もう巻物でスピーディーにチェックしてみようっていうことでね、こんなタックルで挑んでみました。まずですね、リールが、これがジーニアスプロジェクトの、ゴライアスのハイギアのものね。ここがね、綺麗なエメラルドグリーンみたいな色で、こう 8.1 って書いてあるんですけども、これにね、これがロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンドクラスっていう竿ですね。まあ、チャターベイトってちょっとね、針が大きかったりするので、そんなところに食いついてきてもスコーンとね、針先をかけることができるね、パワーのある竿をね、17ポンドで使うと、ちょうどいいよっていうね、そんな竿を選んでみて、はい、それでルアーですけども、こんな感じでね、チャターベイト、これはね、レイドジャパンのですね、マックスブレードのスピードタイプという方ですね。それに、これまたね、レイドジャパンのファンタスティックね、これをトレーラーでつけるのね、最近お気に入りでいろいろ試してみてるんですけども、マックスブレードね、パワータイプとこういう青いパッケージのスピードタイプってね、2種類出てるんですけども、なんかね、最近まあパワータイプも使ってるんですけども、自分の行く釣り場ではね、このスピードタイプってやつですね、こっちがね、相性が良くて、でこれは14g ってやつね、14g ね、ちょっと重いやつなんで、もう少し水深のある状況とかで、使ってみようかなと思って、まだ開けてもいないんですけど、こちらはね、この裏にね書いてあるんですけども、8グラムのモデルね。8グラムのモデルに4インチのファンタスティックっていうね、こんな感じの組み合わせね。これでタカ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 ーってね、使ってるんですけども、こういうちょっと小さめのブレードで、なんだろう、アピールはするんだけど、比較的静かめな波動になるのかな、スピードタイプっていうだけあって。これがね、なんか最近すごいね、反応が良くて、使っている感触としては、チャターベイト投げるぞっていう時にすると、ちょっと物足りない感触なんですよね。チャターベイトってなんか、これがすんごい振動して、ゴリ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 、ブリン、ゴリ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 、ブリンって感じでいくんですけど、このね、スピードタイプってのが、こう、タタ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 ってこうね、すごいね、小刻みなね、感じで、ビシンドビシンドって感じの動きになるんですね。これがね、なんだろう、具合がいいんですよね。で、この黒いシルエットで、シルエットははっきりくっきり出て、で、タカ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 ーっていうね、こういう感じの組み合わせ。ね。パワータイプもね、結構投げてるんですけども、結果ね、当たりが出るのが、今の時期、今の状況だとなんかこのスピードタイプがね、よく釣れて、だからまあ、こっちがダメな時は逆にパワータイプがドカーンっていうね、アピール重視の方がいいっていう時はもちろんあるんだと思うんで、まあそんな時にね、向けてまあいろいろ使い分けなんかも勉強していければなと思うんですけども、このね、スピードタイプ、で軽めのものね、これでまあちょっとね、流れの早い状況ですね、まあ川とかでもいいと思うんですけども、ちょっと今流れが早いなーなんていう時に、パワーブレードだと暴れすぎちゃうなーなんていう時は、このね、スピードタイプをあえて選ぶことによって、結果なんだろう、
パワーのある泳ぎになってるのかもしれないなとね、そんなのをね考えながら、ブラックバス狙っていくのもまた面白いんじゃないかなと思いますんで、ぜひね今秋のいよいよ巻物のね、シーズンに突入しますので、こういうのがねがぜん効いてきますんでね、チャターベイトまだやったことないよなんていう人はね、今ねほんとこのレイドジャパンはじめ、いろいろなね、日本のいいチャターベイト、誕生してますので、巻物シーズンにぜひトライしてみてはいかがでしょうか。というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、レイドジャパンのですね、マックスブレードスピードタイプ、これでね、巻物好きなバスが釣れたよってこういう動画でした。はい、また会おうぜ。